ギ酸,ギ酸、ギ酸、ギ酸、ギ酸は分子量が最小のカルボン酸である。IUPAC 命名法ではメタン酸、メサノックアシッドが系統名である。カルボキシモとク以外にホルミルキ、チョも持つため性質上還元性を示す。空気中で加熱すると発火しやすい。なお、疑酸を飽和脂肪酸として見たときは常温常圧において 他の方は脂肪酸よりも比重が大きいことで知られる。多くの方は脂肪酸の比重が1を下回っているのに、対し、偽産の比重は約1.22と、酢酸よりもさらに比重が大きい。偽産は工業的に生産されており、その水溶液は市販されている。酢酸生産時の複製生物として偽産が得られるが、それだけでは、 不足するため他の方法を用いた犠酸の生成も行われている。メタノールと一酸化炭素を強い塩基存在下で反応させると犠酸メチルが生成する。工業的にはこの反応は高圧液層化で行われる。典型的な反応条件は摂取80度40気圧でナトリウムメトキシドを用いるというものである。犠酸メチルを加水分解すると犠酸が生成する。 しかしながら、メチルエステルの加水分解を効率的に進行させるには、大過剰の水が必要であるため、他の化合物を経由した加水分解も行われている。義酸メチルをアンモニアと反応させホルムアミドを生成後、ホルムアミドを硫酸で加水分解するというものである。この方法では、硫酸アンモニウムが複製生物として生成してしまうという問題点がある。 このため近年、製造業者は、エネルギー効率向上の観点から、ギ酸メチルを直接加水分解した後の大過剰の、自らギサを取り出す技術を開発している。例として、バスフ社の有機塩基を用いて抽出するという手法が挙げられる。また高圧化で、水酸化ナトリウムに一酸化炭素を反応させ、ギ酸ナトリウムを作り、これを塩酸で分解しても得られる。 これらの反応から一酸化炭素は、偽酸の無水物ともみなされる。濃縮したいときは次のようにする。15世紀初頭には、錬金術師や、博物学者の一部は、エゾアカヤマアリ類のアリ塚から、酸性の蒸気が出ていることを知っていた。1671年、イギリスの博物学者であるジョンレイが、大量の死んだアリの上流により、偽酸を、初めて単理し、アリの酸。 フォーミックアシッド等を命名した。ジョセフ・ルイゲイイコール・リュサックが、シアン化水素からの擬酸の合成に成功した。シアン化水素は、擬酸のニトリルともみなせる物質である。1855年、フランスのマルセラン・ベルテロが、今日行われている一酸化炭素からの合成を、行った。擬酸は、水や多くの極性溶媒、炭化水素に溶解する。炭化水素に溶解している場合や、 気体の場合、水素結合によりカルボン酸の二量体を形成している。この結合の存在により、気体は理想気体の性質から大きく外れたものとなる。液体及び固体状態では効率的な水素結合のネットワークを形成している。擬酸はカルボン酸であるが、通常の条件下では酸塩化物や酸無水物を形成しないという特徴を持つ。 これらを生成させようとした、実験のほとんどは一酸化炭素が生成するという、結果に終わった。その後、摂氏78度で、フッ化ホルミルをギ酸ナトリウムと反応させると、酸無水物が、摂氏60度で一ホルムイミラゾールの、クロロメタン溶液と塩酸を反応させると、酸塩化物が生成するという報告がなされ、加熱するとギ酸は一酸化炭素と水に分解する。 カルボン酸としては独特の性質を持ち、アルケンと反応する。ギ酸とアルケンが反応すると、ギ酸エステルを生成する。しかし硫酸やフッ化水素などの酸が存在すると、コッホ反応、コークリアクションにより、ギ酸がアルケンに付加し、炭素差が伸長したカルボン酸が生成する。ギ酸水溶液は、一家の脂肪属カルボン酸の中では、 最も強い酸であることに加えて腐食性を持ち、皮膚に触れると水泡を生じ、痛みを与える。0.1モルデシメートル水溶液中の電離度は0.042である。また100%ギ酸のハメットの酸度関数は、H イコール2.22であり、比較的強い酸性媒体である。その酸解離に対する熱力学的処量は、以下の通りである。また、濃硫酸。 または三酸,酸化黄を加えて熱すると一酸化炭素を生じる。擬酸はアルデヒドでもあるため、還元性を持つ。にもかかわらず、フェーリング反応はほとんど示さない。これは、擬酸イオンが銅イオンと安定なキレート作体を形成するためで、擬酸イオンが銅イオンを包み込み、銅イオンが酸化度、愛として沈殿するのを妨げるからだと考えられる。 同じく還元性に由来する銀鏡反応は問題なく起こる。儀酸は酸化されると炭酸を生じる。また儀酸はホルムアルデヒドの酸化でも生じる。儀酸というとアリを思い浮かべる人が多いが、すべてのアリが儀酸を持つわけではない。蜂の仲間であるアリは、ほとんどの種で微単に毒針を持っており、これで巣の防衛や異物の攻撃を行う。しかし、ヤマアリアカと、 カタアリアカのアリの場合は、この毒針を失っており、水鉄砲のように毒性のある毒液を外敵に吹きかけて、巣を防衛したり、獲物を買ったりする。ヤマアリアカの場合にはこの毒液の主成分が、ギサンであり、ギサンの腐食性と浸透性によって、外敵の皮膚を損傷し、毒液を体内に浸透させる。北半球の温帯地方、特にその北部で特に繁栄していて、 人の生活圏で個体数も多い山あり族フォーマイカ SPP やケアリ族レイジス SPP のアリが山ありカに属すため、この地域でアリの巣を刺激した時に儀酸による攻撃を受けることが多い。儀酸は山ありカのアリから防御液を吹きかけられたり、イラクサの棘に刺された時の刺激の一因となっている。ただし、 イラクサの毒作用は、ヒスタミンとアセチルコリンが主成分とする説が力になってきている。メタノールを誤飲すると失明、死亡するがメタノール飲用毒性、中毒それはメタノールの酸化により生じるホルムアルデヒドの性だけではなく、それがさらに酸化されて生じる偽酸がミトコンドリアの電子伝達系に関わるシトクロムオキシダーゼを阻害するために視神経毒性が、 現れるとする意見もある。偽酸は10ホルミルテトラヒドロ陽酸合成酵素により、テトラヒドロ陽酸から10ホルミルテトラヒドロ陽酸を経て、代謝、分解される。人では、この反応速度が遅いため偽酸が残留して、毒性を示すこととなる。主な利用法としては、家畜用飼料、サイレージの防腐剤や抗菌剤といったものが挙げられる。干し草や、 貯蔵牧草などに噴霧すると腐食を抑え、栄養価を保持するなどの特徴から、陶器の牛の飼料など、広く用いられる。養鶏業では、サルモネラ菌除去のため時々飼料に加えられる。養蜂業では、蜜蜂ヘギイタダニ等のダニ殺虫剤として用いる、場合がある。また、繊維工業や川な飯の場でも用いられることがある。ある種のギサンエステルは、香料となる。 有機合成化学では、しばしば水素化物イオン源として用いられる。エシュバイラー、クラーク反応や、ロイカート・バラッハ反応は、良い例である。研究室内では、硫酸と混合することで一酸化炭素源として、用いられる。ホルミル源としても用いられることがあり、トルエン中で、メチルアニリンから、N メチルホルムアニリドを生成する反応が、例して挙げられる。 液酸を燃料とする液酸燃料電池も開発中であるロジウム単核金属作体触媒を用い、常温常圧下で液酸を分解し水素を高効率に取り出すことに成功した。これにより取り扱いに不便な水素貯蔵に変えて液酸による安全貯蔵、運搬に道が開けたことになる。液体の液酸溶液や蒸気は皮膚や目に対して有害である。 特に目に対して回復不能な障害を与えてしまう場合がある。吸入すると排水種などの障害を与えることがある。爺酸の蒸気中には一酸化炭素も含まれていることが多いため、大量の爺酸の蒸気を扱う際には注意しなければならない。慢性的な曝露により肝臓や腎臓に悪影響を及ぼすと考えられている。 また、アレルギー源としての可能性も考えられている。動物実験により、変異原性が確認されていたが、変異原性は犠酸のみに見られ、犠酸ナトリウムなどの塩には見られないことから、変異原性はその低い pH によるものだと考えられている。日本ではント以上の水溶液は毒物、及び劇物取締法により、劇物に、消防法により危険物、 第4類に、また、野生法による、文書交付対象物質に指定されている。犠酸の電離により生成するイオンを犠酸イオン、CE 白、CE と呼び、犠酸イオンを含む塩を犠酸塩と呼ぶ。犠酸イオンは、多くの金属イオン及び、アンモニウムと塩を生成するが、銀塩は、室温で不安定である。多くのものは、犠酸イオンを含む。 イオン結晶であるが、ベリリウム、クロム、イお及び鉄、イイなどは、ギ酸イオンで加強した、金属多角削体を形成している。多くのものが水溶性であるが、スズジオ、鉛お及びビスマス塩などは、難溶性である。ギ酸ナトリウム白ナは、繊維の染色や、印刷の過程などで用いられる。ギ酸と、 アルコールが脱水縮合した構造を持つエステルをギサンエステルと呼び CE 加工、CE の構造を持つ。ギサンエステルには果実の方向の成分となっているものが存在し、ギサンエチルは桃、ギサンアミルはリンゴ、ギサンイソアミルは梨の香りの成分の一つであり、香料として用いられる。ギサンメチルはエーテル様方向を持ち、化成品原料として用いられる。 その他、擬酸誘導体には、ニトリルとして、シアン化水素、HCN、アミドとして、ホルムアミドなどが存在する。またカルボン酸、ハロゲン化け物としての擬酸クロリドハココルは、室温では安定でない。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。